本日はアメリカが日本への最新鋭ステルス戦闘機 F-35 を売却し承認したことについて話していきたいと思います。それでは行きましょう。アメリカ国務省は9日、日本政府が要請していた第5世代戦闘機 F-35-105機の販売を承認、米議会に通知したと発表。今回の承認に含まれているのは通常型の F-35A が63機、空母に改造した出雲型護衛艦で運用する F-35B 型が45機、さらに各種サポート、サービスが含まれたもので、推定コストは約 2.5 兆円と見積もられている。F-35 の機体価格は A 型が約8000万ドルで、B 型が1億ドルを下回ることが予定されているため、純粋な105機の機体価格合計は約 1.2 兆円前後。一般的なライフサイクルコストで、今回の推定コストを計算すれば約2倍で収まっているため、若干安い見積もりだとも言えます。ちなみに今回日本向けに承認された231億1000万ドルという額は、2010年に承認したサウジアラビア向けの294億ドルに次ぐ額だと複数の海外メディアが報じており、今回のニュースは注目される可能性が高い。今後日本向けに承認された F-35 の案件は米議会で審議され、大きな反対がなければ日本への輸出許可が下りることになり、そこから日本政府とロッキード・マーティンとの正式な交渉が始まるため、推定コスト230億1000万ドルという金額は変動する可能性があるので注意が必要である。国務省は声明で、アジア太平洋地域における主要同盟国の安全保障を向上し、日本の強固で効果的な自衛能力の発展と維持を支援することはアメリカの国益に不可欠だと述べました。日本の令和2年度の防衛費は過去最高の5兆3133億円に上り、北朝鮮と中国の脅威を念頭に戦闘機とミサイル防衛能力の強化を目指すとしている。今回のこの記事について僕の試験なんですけども、正直言って105機程度じゃ心もとないですよね。中国は1000機近く持っているはずで、かといって日本には予算の制限も多く、やっぱり日米同盟に頼るしかないかと若い僕ながらも思っています。そこで今回の世間の反応を見てみましょう。一つ目の反応が、安い買い物でしょう。 F-35 の開発費は約30兆円、2兆円から3兆円で最新鋭ステルス戦闘機105機手に入れるなら値段はいい。最近政府が F-2 の後継機を自主開発する決定したけど、開発費1兆円で見積もっていた、が一つ目の反応でした。二つ目の反応が、制空権がある程度確保できるなら中国みたいにミサイルをたくさん配備するよりもステルス機を揃えていた方が優位なんでしょうか。逆に言うと、中国は F-22 とかアメリカには制空権では対抗できないからミサイルが多いのではないかな、が2つ目の反応です。3つ目の反応は、大変高い買い物ですが、日本独自の新戦闘機を加えても中国、ロシアに対抗するには十分ではない。日米同盟があるからかろうじて平和は保たれている。東アジアは世界で最も重量級の国々が相対している超危険な地域だ。昔の人たちはよく日本を守ってくれたと思う。これからは今生きている日本人が頑張らねばなりません。3つ目の反応でした。そこで3つ目の反応で僕も思うことは、やはり日米同盟、先ほども僕が言ったように日米同盟があるから今日本は平和は保たれているのではないかというのと、昔の人たちがいなかったらこんな平和は保たれていないということなので、これからは僕たちが頑張っていかないといけないんだということが改めて実感できました。もう皆様もこの動画で思ったことがあればコメント欄にどしどしお願いします。いつ、どんな時でも私たちの住んでいる日本を支えているのは自衛隊なのです。本日も
動画をご視聴いただきありがとうございました。これからもより良い動画をお届けしますので、ぜひチャンネル登録、グッド評価をよろしくお願いいたします。